旬で彩る幸せご飯。今日は里芋とエビのアボカドサラダを作ります。旬で彩る幸せご飯。今月の食材は里芋。栄養価が高く、芋類の中でも低カロリーと言われており、ダイエットにもおすすめの食材です。さあ、どんなお料理になるんでしょうか。里芋のねっとりした食感と人気のアボカドとエビを組み合わせたサラダです。それぞれの食感も楽しめますよ。では作っていきましょう。里芋は生のまま皮を剥いたものを3ミリ幅に切ります。普段は里芋を厚めに切ったり茹でたり下処理してから使うんですが、この場合は薄めに切って炒めることで下処理なく簡単に作れるサラダなので薄めに切ってます。アボカド、トマトを切ります。トマトとアボカドの緑が入ると彩りが良くなりますね。じゃあフライパンでエビと里芋とアボカドを炒めます。里芋とアボカドの組み合わせっていいですね。どちらもねっとりしてるんですけど、それぞれねっとりした食感が違うので、どちらも楽しめるかと思います。里芋が香ばしく焼けて美味しそうですね。炒めたものにミニトマト、調味料をあえて冷蔵庫で冷やします。仕上げにベビーリーフをあえたら完成です。これで里芋とエビのアボカドサラダの完成。里芋を加えることで季節を感じることができます。さっぱりとした味わいでおもてなし料理にも喜ばれそうですね。里芋で彩る幸せご飯、ぜひお試しください。